マクスウェルの悪魔、マクスウェルの悪魔、マクスウェルの悪魔、とは、八百六十七年頃、スコットランドの物理学者、ジェームズ・クラーク・マクスウェルが提唱した、思考実験、ないしその実験で想定される、架空の、働く存在である。マクスウェルの魔、ま、マクスウェルの魔物、マクスウェルのデーモンなどとも言う。分子の動きを観察できる、架空の悪魔を想定することによって、熱力学、 第二法則で禁じられたエントロピーの減少が可能であるとした。熱力学の根幹に突きつけられたこの難問は1980年代に入ってようやく一応の解決を見た。マックスウェルが考えた仮想的な実験内容とは以下のようであるセオリー・オブ・ヒート1872年。マックスウェルの仮想したこの存在をケルビン1874年は マクスウェルの知的な悪魔と名付けた。マクスウェル自身は、この問題に対して、熱力学の分子論的基盤である、統計力学が、個々の分子の厳密な力学を捨てて、分子の集団のみを統計的に取り扱うものであり、こうした問題に適応できないことを指摘するに、止まっている。この問題は1世紀以上にわたって科学者を悩ませることとなった。一見すれば、 マクスウェルが言うように、この悪魔の振る舞いにエネルギーの散逸が必要となるようには思われないが、これを認めれば永久期間も容易に実現できることになってしまう。この悪魔を葬るためには、悪魔の振る舞いがそもそも物理的にどのようなものであるかを解明することが必要であった。実際、これは観察により情報を得るという情報論的な概念と、 統計力学ひいては熱力学との関係を問う問題であり、量子論とは別の角度から物理学にとって観測とは何かという問題を提起するものあった。この問題に格闘する過程で現在の情報科学につながる重要な知見が生み出された。物理学者レオ・シラードは1929年にマクスウェルのモデルを単純化して一分子のみを閉じ込めたシラードのエンジン、 口実と呼ばれるモデルを用い、悪魔が同じ大きさの2つの部屋のどちらに分子があるかを観測するということにより、熱力学の単位でイコールキロ LN2 だけのエントロピーが減少することを示した。ただし、キロはボルツマン定数である。このは現在1ビットと呼ばれている情報量に他ならない。シラードの洞察はもともと気体運動に対して構築された概念である。 エントロピーと情報を得るということ、もしくは知識を持つということの間に深いつながりがあることを示し、また、ボルツマン定数とは、実は情報量の単位と物理学の単位を変換する比例定数であることを明らかした。シラードは、全体の系のエントロピーは減少しないはずなので、悪魔が観測によって情報を得ることによってそれ以上のエントロピーの 上昇を伴ううだろうと結論した。実際、とデニス・ガボールは1951年、それぞれ独立に悪魔を光による観測に置き換えて、物理的解析を行い、その観測の過程で相応するエントロピーの増大が起こることを示した。これによって、観測には最低限必要なエネルギー産一が伴うのだという主張が、長らく、 マクスウェルの悪魔に死を宣告するものだと考えられてきた。ところが悪魔は完全には葬りせられていないことが明らかになった。1973年 IBM のチャールズ・ベネットは熱力学的に可逆な元に戻すことができる観測が可能であり、こうした観測においてはブリュアンらが指摘したようなエントロピーの増大が必要ないことを示したのである。 これに先立つ1961年、同じく IBM の研究者であったによって、コンピュータにおける記憶の消去が、ブリュアンの主張した観測によるエントロピーの増大と、同程度のエントロピー増大を必要とすことが示されていた、ランダワーの原理。ベネットが蘇らせた問題は、このランダワーの原理と組み合わせることによって、ベネット自身により解決された、1982年。 エントロピーの増大は観測を行った時ではなく、むしろ行った観測結果を忘れる時に起こるのである。すなわち悪魔が分子の速度を観測できても観測した速度の情報を記憶するようがあるが、悪魔が繰り返し働くためには窓の開閉が終了した時点で次の分子のためにその情報の記憶は消去しなければならない。情報の消去は 前の分子の速度が速い場合も遅い場合も同じ状態で遷移させる必要があり、熱力学的に非可逆な過程である。このため、悪魔の振る舞いを完全に完了させるためにはエントロピーの増大が必然のものとなる。なお、ベネットと同様に悪魔の記憶の消去が環境へのエントロピーの増大を招くという洞察は1970年にによっても独立になされていた。 また、ベネットの解決は発表後多くの議論を巻き起こし、基本的には受け入れられたかに見える現在もなお、マクスウェルの悪魔に関する文献は増え続けている。記憶の消去によって、いかにしてマクスウェルの悪魔が破綻するかを知るために、それを単純化したモデルであるシラードのエンジンを考える。シラードのエンジンは、多くの気体分子を閉じ込めた容器を考える代わりに、 一分子だけを入れた容器によって熱から仕事を作り出す仮想的なエンジンである。エンジンを操作する微小な悪魔は観察や適当な機械的動作を行う。この悪魔は知的な存在である必要はなく、必要なら適切な機械的過程で置き換えることができる。エンジン輪の中に置かれ、熱のやり取りにより分子の温度は周囲の温度と同じに保たれる。 このエンジンのサイクルは次の3段階に分けることができる図3章。まず、最初の状態 A では適当なメモリからなる悪魔がある決まった状態例に置かれているとする。よって悪魔は機体のどこに分子があるかまだ知らない。もしの観測過程にも、の記憶の消去にもエネルギーの消費が必要ないとすれば、このエンジンを永久に働かせることができ。これは、 熱から仕事を取り出す永久期間となってしまう。ベネット以前は観測過程に最小限必要なエネルギーがあるのだと考えられていたが実際にはエネルギーの消費を必要とせず観測を行うことは可能である。逆にの記憶の消去は R と L の状態を単一の例の状態にせねばならず、ランダワーの原理によりどこかに余分な状態を熱として捨てなければならない。 この時結局、得た仕事 W 以上のエネルギーを熱とすることになり、このエンジンは、機体通りには働かない。上図の下段の図は、悪魔のメモリの状態を縦軸に取り、機体の状態を横軸に取った愛空間を表す。このエンジンを、外側から見る観察者にとって、悪魔と機体両方の形の起こりうる状態は、各段階で、月の部分となる。この状態数の対数は、 K 内部のエントロピー S に比例する。もし S が減少するなら、それを補うだけの外部のエントロピーの上昇がなければ、ならない。実際、過程でメモリと機体に相関が成立するだけでは、エントロピーは減少しない。過程で1ビットのエントロピーの上昇があり、そのままではこれは非可逆サイクルとなる。よって、内部エントロピーを減少させるメモリの消去の過程が必要となる。 ところが、悪魔が R となり、上図の上段の経路を通ったか、L となり、下段の経路を通ったかを知ろうとして、において、おそらくは、エネルギー散逸なしで実験者点が悪魔の状態を観察するもしれない。これによって、例えば点が悪魔の状態を R だと知ったときには、I 空間での可能な状態は、図の赤い部分だけに減るように思われ、内部エントロピーの変化は、 順に10 11となる。この時はあたかも観測でエネルギー散逸が必要で消去にエネルギー散逸は必要なくなったように思われる。しかし、この場合には実験者点がメモリを観測したために実験者自身が悪魔として機体との相関を持ってしまっておりサイクルは完結していない。天の観察結果を知らない人から見ればやはり1がその記憶を消去するときに エネルギー産逸が必要となる。このことはエントロピーが観測者の知識に依存した観測者相対の概念であること明瞭に示している。なお、この観測過程を量子論における収縮を伴う量子状態の観測だとみなすと、この議論はシュレーィンガーの猫に類似している。この時、悪魔と分子の位置の相関は、猫の生死の状態と同位体の崩壊の状態との EPR 相関に対応し、それを外から見ることは、猫の生死の重ね合わせを認める観測問題のエベレット解釈に、悪魔の状態を実験者が観察することは、収縮を認める立場に対応づけることができる。シラードのエンジンの議論は、我々がその状態を分かっているメモリは、我々にとって1ビットあたり KTLN2 のエネルギーを持つと考えることができることを意味する。 例えば3 8 3ビット、摂氏0度のメモリはその利用者がメモリ全ての状態を知っている限りおよそ 1J のエネルギーを生み出す燃料と見ることができる。逆にその状態を知らず利用者にとって乱雑な状態であるメモリからはエネルギーを取り出すことができない。これは我々が対象の状態を知っていることが秩序としてエントロピーを下げ知らないことが エントロピーの大きな乱雑さを表すという日常的なエントロピーの解釈を情報の概念を通じて熱力学的なエントロピーに実際に結びつけている。上述のようにランダワーの原理は記憶の消去のような非可逆な計算に原理的なエントロピーの増加が伴うことを示した。一方、情報を失わないような可逆な計算ならばこのような算率は必要ない。 こうした可逆計算はフレド・キンヤとホリによって調べられてきた。量子計算においては結果を得るための観測過程以外の全ての計算過程はこのような可逆なもでなければならない。記憶を消去するときにエントロピーが増大するということは記憶を行うこと状態の間に相関を持つことのできる存在ならば記憶の消去という付けを支払うまでの間は短期間なら 実際にマクスウェルの悪魔を働かせることができる可能性を示唆している。細胞内などの生命システムではこのような仕組みが有効に利用されていることが考えられる。熱力学的に効率が良いとは必ずしも言えないが、ブラウンラチェットなどと呼ばれる分子の熱運動から1、方向の動作を取り出すモデルがイオンポンプや分子モーターに関して提出されており、これらはこの マクスウェルの悪魔に類似している。また、分析会として同様の構造を作ろうという試みも行われている。2010年、戸谷部正一、佐川隆弘らは世界で初めて情報によって熱エネルギーが仕事に変換されることを確認したと発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。